きます。はい、じゃあね、もう 2,3 週間前かな、一応動画で、まあ肝機能の低下っていうよりも、腎臓に、この数値だと相当負荷がかかってるけん、プロテインやめてくれと医者に言われて、あ、実はねやめてる、うん、で、まあちょっとは取ったけどもやめてる、基本的には、うん、ウェイトいた後しか飲んでない。今までね毎日飲んでたけどそれをやめてみた。そしてもうまさに俺のために、この動画を上げてくれたんじゃないかぐらいさ、って思ったのが、山本義則さんが最近、自分の筋トレの経験とかをこう話してくれてる動画があって、それにこう、まあ、プロテインの飲み方とかプロテインのこう取り方グラグラグラって、で、ある人コーナーで、肝臓の数値が悪くなってしまった人っていうコーナーがあるわけで、そのもうまさに俺もうまさにその、なんとかなんとかっていうのが上がって、そのあんまり良くないと言われたんやけど、山本さんがそれを見事こう論破じゃないけど解明してくれてる。なんかねその動画もねちょっとこうぜひ、別に、まあ、俺にとってはもうすごいこう参考になったし、まあ、いろんな人にアドバイスもらったけど、なんかそれを信じたいね。なんかすごい似たような感じできっと分かってる人の意見やと思うし、俺は医師よりもそうやってこうトレーナーの人の方の意見をちょっと聞いてみたいとか入れたいね。やっぱり医師が絶対やろうけど、医師もいろんなパターンで、アドバイスしてほしいと思うし、でね、まあ、何が言いたいかというとね、その山本さんビタミン B を取りなさい、ビタミン B6 を取りなさいって言われたんやけど、取るやろもうほなすぐはい、ドラッグストアで買ってきた、うん、で、まあ、一発目だけどね、この DHC の漫画、まあ、何種類かあったけど一番安いやつにちょっとしてみた。で、1日2粒飲もうか。あー、オレンジで可愛いね、うん、まあ60日目だけどね。で、これはビタミン B6、B6 が 30mg 入っとって、まあ、ビタミン B 系、多分ちょっと俺も分からん、まあ、B1、B2、B6、B12、まあ、ナイアシンやらビオチンやら、葉酸まで入ってるね。多分これ、疲れやすい人とか、脂肪がつきやすい人、なんか美容にも、まあ、葉酸ってことは美容にいいってことだよね。ちょっとこれを飲んでみて、でね、決めた、もう一回、肝臓とか腎臓の専門医師のとこでちょっと俺血液検査をしてみようと思う。これも数値飲んだ時に、うん、そしたら多分ね数値も下がっとるんじゃないかなと思って。もうね俺は本当気のせい、気のせい、ただの気のせいであってほしいと思ってるし、なんかこんなんがねずっとこう続いて、やっぱ正しく「あ、安全です」って言われんとなんかもう気が晴れんよね。し、俺はなんか水なんかめっちゃ飲んでるし、そのまあタンパク質でほらその脂肪になりやすいとか言うけど、俺そんな取ってもないし、まあ取ったとしても結構流してると思うしね。脂っこいのもね、まあ、食べるけど、まあ、お酒なんかこれほぼ一滴も飲まないし、もうほんとこの間のね、ほんと悪夢じゃないけど、なんか俺も昔の数値で、悩みたくないね。で、もちろん死にたくもないし、これで
トレーニングができないとかも嫌やし、これでそのトレーニングの効果を高める、プロテインを取るなっていうのもちょっと不安やし、ちょっとねもうアドバイスはすぐ聞き入れて、もう一回検査に行って、より万全な状態で過ごせれたらいいかなとちょっと思ってば、このね本当ビタミン B6 ビタミン B6 がきっと俺を助けてくれるし、きっと俺の血液の数字を変化させてくれると思うね。何でももうすぐ、ね、何かやっぱ策を言ってるからね。はい、というわけで以上あります。バイ。あ、この情報をねわざわざ動画までくれた、大阪大学の、岸田君にはね本当に敬意、あの尊敬、ありがとう、うん、やっぱねその自分の、うん、困ってることとかはなんか俺はもうどんどん一回、ね、ネットに出してみるのもちょっとすごい、ちょっと怖かったけど、やっぱいろんな人がこう見てくれてアドバイスしてくれたの嬉しいし、うん、なんかねこんな経過もね、あとはきっと俺みたいな感じで、ちょっと悩んでる人もいるやろうけどね、その人の助けになればいいと、ちょっと俺は思ってる。以上、バイバイ。